教育直後党廃所に関する決議と教育直後党の執行確認に関する決議とは、共に教育直後、軍人直輸等の指導性を否定した国会の各議員による国会決議である。教育直後党廃所に関する決議は衆議院の決議であり、教育直後等の執行確認に関する決議は参議院の決議である。 双方とも1948年6月19日に各議員で決議された。日本国憲法、教育基本法、学校教育法が施行される中で決議され、第二次世界大戦前の教育に用いられていた、教育直後の指導原理性を国会によって否定するとともに、各学校に可視されていた、教育直後の党本を行政が回収するべきと宣言している。 なお、教育直後の報読と申請的な取り扱いについては、すでに1946年から行われなくなっていたが、まだ学校教育で教育直後の朗読をしている場所もあった。決議文の文章は各議員ごとに異なり、またその種類も各議員によって微妙に異なる。衆議院は日本国憲法第98条の本旨に基づいて排除することとし、 対して、参議院は、日本国憲法に則っ,って、教育基本法を制定した結果として、教育直後はすでに廃止され、効力を失っていると決議した。決議のきっかけとしては、まず、アメリカ合衆国国防総省が、教育直後を全面的に否定する方針を打ち出し、極東委員会においても、日本教育制度に関する政策で、教育直後は教授、研究、 儀式のよりどころとしてはならないと決定された。これに基づいて、1948年5月に、連合国軍最高司令官僧司令部民政局が、衆参両議員の文教委員会の委員長を呼んで、教育直後を否定する決議をするように口頭で指示、したとされている。その後、衆参両議員で個別に学校会が開かれ、何度か、 中産両議員の文教委員長同士の協議もされた。6月19日には、両議員とも委員会の審査を省略する形で、決議案が本会議に提出されて、両院とも全会一致で可決、成立した。ありがとうございます。